だそういうところがすげえうさんくさいんですよ。もういきなり競争ぶるんですよ。だるるみたいな。過程が長い。まあ、資料作りは確かに下手くそかなと思います。だもうダサい。このファシアがどうたらこうたらとか、だから何って感じですよね。この正当なこの方法の判断をの能力を鈍らせようとしているように聞こえるんですよ。進める気をなくさせるようなパフォーマンスをしてくるのがイラつくっていう感じですね。はい、はい、もう節々から。1972年長野県の小川村に生まれました。16歳の時栄養失調となり高校を休学、和食居酒屋に1年勤務、18歳より建設会社に3年勤めました。その仕事中に生き埋めとなり重度の腰痛を発症。なんとか痛みに耐えながら生きてたんですけど、30歳の頃にはとうとうおむつをつけたまま寝たきりとなってしまいました。2年ほどかけて自分で治療法を行い、なんとか社会復帰できました。2007年に新しい治療法、緩衝法を開発し、研究者として基礎研究、臨床研究、治療法の技術指導を行っています。はい、これまでにない経歴でした。ジェスチャーを交えて練習して。では佐賀さん、簡単な事業プランを教えてください。緩衝法は筋肉や皮下組織を柔らかくできる治療法です。筋肉や皮下組織が柔らかくできれば血行不良が改善でき、痛みやしびれや冷えが改善できます。この治療方法を患者さんや医療関係者の方に会員制で教えており、売上より研究費も捻出しています。16年の実績、組織体制が整い、大きくプロモーションを行える環境が整いました。ここ近年は口コミで広げていたのですが、ここで大きく広告費を使い、緩衝法の普及、研究を加速的に行う計画です。僕らもね、こういうものを別に否定したいというか、はい、そういう考え方全くないんですね。はい、なんですけど、その、なんだろう、これを、まあ、信じる人々が、こう、誤解するような言い方は良くないと思うんです。うん、例えば、その、緩衝法ってお名前付けられてますけども、うん、マッサージじゃんって思ったら、それマッサージだと思うんですよね。うん。うん、だから、その、何か、しっかりとした差別化されるものがないと、わざわざ商標登録までして名前を付けるに値しないと思うんですよ。うん、それを僕は明白にしていた。例えばね、整形外科のお医者さんに腰痛のマッサージ知ってるって言っても、彼らは全く知らないんですね。はい、言うなれば分かんないと思うんですよ。うん、だって僕らって、ね、そのさらに奥にある原因である、例えばヘルニアだったりとか、そういったものを、要は手術して治すっていうのが医者の仕事なので、あんまとかは、やっぱりそれは専門の方の方が詳しいんですね。うん、何が何たるで緩衝法なのかっていうのが知りたくて、それがただのマッサージじゃね、うん、ちょっと凝った、ちょっと味がついてるマッサージじゃねぐらいだったら、あんまりそれっていいことじゃないんじゃないって思っちゃうんですけど、うん、そこを説明してほしいです。はい、今のすぐ直接な答えの前に一つだけお伝えしたいんですけど、筋肉が限りなく無緊張になるっていう話をさせていただいたんですが、どのぐらい筋肉が柔らかくなるかっていうのを触っていただければ、今までのものと違うんだなって分かっていただけると思うので、一回試しに筋肉がどういう状態になるかを触っていただきたいんです。なるほど。そうすると、今までのマッサージとは違うんだって分かっていただけると思うんで、皆さん自分の腰をこうやって挟んで、で、私のところを。そっちか。そっちを触るんか。確かに。うん。お、喜ぶ。うん。で、こうなるってことです。だけど明らかにこれ、うん、これちょっとおかしいですよ。なんか、多分人間だと思わ、お医者さんであればあるほど皆さんびっくりするんで、なんかすごいデブな人のお腹を気持ちよくて触った気持ちです。いや、筋肉がないだけじゃないですか、ね、すいません、皮下脂肪をつまんでるようにしか感じないんですか。そう、皮下脂肪みたいになっちゃうんです、筋肉が柔らかくなって。だからそうですね、筋肉ないなみたいな感じはしますね。ちょっと筋肉どのぐらいあるか実演してもいいですか。え、まさかあるんですか。ちょっと腕立て伏せやらせていただくと、今の場所関係あります。おもろいおっさんやなこの人。多分腰どれだけあれだけ柔らかければ、お医者さんたちだと弛緩剤使ってるとか脳卒中の方たちは筋肉でふにゃふにゃになっちゃうんですけど、力出ない人たちの状態で判断するんですけど、例えばこう体幹見ていただくと分かるんですけど、だからもうちょっと腰伸ばしてもらってもいいですかね。そうですね、まっすぐがいいですね。ここからいいですか。厳しい。いいですか。それができるとすみません、何なんですか。あ、だから筋肉はないわけではない。それあるけど柔らかいってことですね。そうです、それあるけど柔らかいですよって思います。やらしといて。とんでもすぎる、これめちゃくちゃおもろいな。え、すみません、体脂肪率どれくらいなんですか。10、今多分8、7、結構ありますね。男性にしてはあるんですね。そこまでしてこの方法を広めたいっていうのは、やっぱり過去の経験のこの生き埋め
っていうところがポイントになってきたんですか？そうですね、1級目になった後に病院も行きましたし、町の治療院も行ったんですけど、どこも治んないんです。皆さんも多分ご存知かもしれないんですけど、医学の本をですね18歳から読み始めて、教科書に体の奥の方の痛みって神仏って言うんですけど、筋肉が固まって血行不良が起きているから痛いんだよって書いたんですね。なので筋肉柔らかくすれば治るってことは18歳で分かったんですけど、どこ行っても柔らかくできるものがないんです。だから柔らかくなってないのに他が原因だって言って、結構日本のお医者さんでも言う方がいらっしゃるんですけど、最終的に私30で固まってしまって動けなくなって、今柔らかくする治療が開発できたので、こうやって五体満足みたいに動けるようになったという経緯なんです。なのでそれを知っていただきたいし、痛くて治らなくてさまよってる方がたくさんいるので、まあ、私と同じようにさまよってる方はね昔いますから、なんとか世の中の役に立てるんじゃないかなと思って、はい、17年前に医療の世界一本でやっていこうって決めて、研究者の道に飛び込んで今やっとここまで来た。いや、その謎のうさんくささをなくしてほしいんだよな。一級目の話とかも、あなたの話じゃないですか、はい。なんでみんなエステも整体もこのマッサージもみんな N イコール1の話をするのかわかんないんですけど、うん、私が一級目になって体硬直しました。そして解決方法を見つけました。みたいな。全然なんですか、エビデンスとして弱すぎるんですね。はい、あなただってそれだけじゃない要素がいっぱいあって治ってるわけじゃないですか。これだけのおかげなわけないんですよ。生活とかいろいろ変わってるわけなんでね、うん。だから、そういうところを別に言わんくていいのに、なんで言うかなみたいな。言いたいんですか？その N イコールいくつであれば、はい、これからお金をかけてデータを取りたいので。いや、だから生き埋めになった人、じゃあ3000人連れてきてくださいよ。その生き埋めを出すんだったらそういうことなんですよ。あ、なるほど。わかりました。だって生き埋めの話をしたじゃないですか。はい。で、12年間寝たきりみたいな。あ、12年は寝たきりじゃ、30歳で。30歳で、なんとか。立ち上がった。寝たきりになってしまって、だんだん悪くなってた。あ、だんだん悪くなってたんですね。なってたんです、はい、12年間かけて、だんだん生き埋めのダメージを食らったわけですか？いや、まずコルセットつけないと動けない状態にはもうなりました、18歳で。そのままコルセットつけて、なんとかこう、仕事してて、とうとう動けなくなったのが30歳。だからそこが結局、あまりにその突飛な事象すぎて、生き埋めに普通なんないじゃないですか。で、あなたがお客さんにしてるのって生き埋めになった人じゃないですよね。はい、違います。で、なんでこの生き埋めの話をするんですか？そういうところがすげえうさんくさいんですよ。だって65歳以上の方を対象にしたこういうセミナーでいいものを売ってるのに、あなたが18歳の時イケメンになった話をしだすわけですよ。そうするとこういう医者とかはすごい過敏に反応するんですね。うざみたいな。せっかくいいものの話してるのに、なんでそういう関係ない人の話してきて、私これ開発しましたみたいな。もういきなり競争ぶるんですよ。だるみたいな。もうそれせっかくいいものなのに、もうそこら辺でクソ。だるいっす。だからそういう話しなきゃいいんですよ。けどした方が売れると思ってるんですか？そのおばあちゃんたちは、ああ、すごい、急めから蘇ったのね、みたいな、そういうことなんですか？そういうことではないんですけど、まあ、事実としてお伝えしてるだけで。でそう、いらないんですよ。だって、あなただって、エビデンス取ろうとしてるのに、なんで生き埋めの話してるんですか？はい、今、生き埋めの話から話が入ってきちゃったので。そうです。だからいらなくないですか、別に。あ、もともとこの資料にも。そう、いや、私、5000人とか1万人になってて、効果が何パーセント出てます。これ、まだ論文にはできてないんですけど、これから論文する予定ですというふうに話してくれれば、誰もが、え、もう何千人も治療してて、そのうち何パーセント満足度があって、何パーセント改善してて、突飛な事象は全部弾かなきゃいけないんですね。例えばこれみんなやるのが脳性麻痺の人が立ち上がったとか言い出すんですよ、うん、はあ、みたいな。いきなりね0点のやつが100点になったみたいな事象なんて誰も信じないし、それがうさんくささなんですよ。でそういう話し出すでしょ。わかりました、はい、ね、ガンが治ったとか、まあそれはいっぱいですけど、まあ、そう極端な話、はい、そうサプリでもそうですけどね、うん、そういうもんじゃないじゃないですかこれって、はい、だってみんなに家でやってもらいたいいい方法があるんですって話ですよね、うん、だなんでそんなうさんくさくするんですか、はい、であれば、もう治った方たちの声が300人以上載ってますので、はい、それは何人中の300人？実際習いに直接来た方たちなので。わかりますよ。だけど500人マイナスコメントがあって300人分のいいコメントだけ切ったかもしれないじゃない。だってさっき谷本さん、はい、あんま変わりませんでしたってコメントありましたよね。まあ僕は短時間ではね、はい、ですよね。だから300人中300人がいいコメント書いたんですか？半分コメント書いてって言った人も。だからそこのデータがないのに、私300人分のいいコメント持ってますって言っても、いや何分の何ですかって話なんじゃないですか。まあ、実際その僕の場合は短い時間すぎるってことですよね、はい、少し時間を例えばかけたらもっと改善する可能性もあるってことですよね、はい、まあ、その中で今ドラゴン先生がおっしゃったことに僕は少し反論と言いますか、あくまでこのご自身がそういう状況があったことがきっかけで勉強を始めたっていうストーリーな部分では僕的には全然その生き埋めになったっていう事実じゃないですか。その事実からこうやって目を向けて今こういう治療法が出来上がってそこでまあたくさんの方に喜んでもらってますっていうストーリーの一環としては全然ありかと思うんですけど、なのでその生き目になったことに、まあ、みんながフォーカスしすぎると怪しくなっちゃうと思うんですけど、うん、
そこは全然構わないと思うんですけど、ダメですかね先生。いや、もうまずこの過程が長い。まあ、資料作りは確かに下手くそかなと思います。だ、もうダサい。このファシアがどうたらこうたらとか。だから何って感じですよね。さっきも説明がさ、もうなんか18歳から始まるわけですよ。あなたも57歳ですよね。はい。そんなとこどうでもよくないですか。だからそこら辺が、要はストーリー仕立てにして、相手にこの正当なこの方法の判断を、の能力を鈍らせようとしてるように聞こえるんですよ。だって前情報が多すぎるんですもん。だったら、この本の方がやっぱりよっぽどいいですよ。うん。本はいいですよ、すごい。はい。けど、セミナーってなった時に、この話最初にされるわけですよね。最初にはします。いや、だるいっすよ、それは。もちろんね、俺がだるいってだけなんですけど、うん、なんかそこがうさんくさく見えるんで、最初のなんかパフォーマンスもね、いきなりいつから倒れが、まあ、あれがダメだったんじゃないですかね。あれがちょっと怪しさが、ね、増した部分はあると思うんですけど。鑑賞法が、ガイドラインに乗るぐらいちゃんとしたものだっていうふうに認められれば、全然いいと思いますけどね。はい、で、そこの道のりの研究費が必要になるので、今回ここに来させていただいて、うん、っていう形で、いや、なんかいいものだったら本当に別にその医師免許を持ってる人間として進めたいと思うんですけど、その進める気をなくさせるようなパフォーマンスをしてくるのがイラつくっていう感じですね。はい、はい、もう節々から、その別にいいんですよ、情報商材でいいんですよ、別にいいものだったらいいと思うんですけど、それを売る際にやっぱそのエピソードトークがクソ長いとか、なんかその過度な、その要はビフォーアフターの症例をめっちゃ前面に押してくるとか、だるいんですよね。だからそういうのが、やっぱり、ヒカルさんとかもそうですけど、インフルエンサーって迷惑になる場合があるので、進めてもらいたいんだったら、それなりの仕様にしてくれよって思うんですよ。だから情報商材屋とかに取り上げられるわけじゃないですか。で、俺が進めて、情報商材屋に載ってるやつ進めてるって言われるわけじゃないですか。だからそこのご自身の自覚があるのかと思いますけど、どうなんですか？まあ、世間からそう見られてるところはあるかもしれないですよね。ですよね。それをそう、こうね、僕ら本職あるインフルエンサーにインフルエンスしてほしいっていうのは、なかなかこうね、何リスク押し付けるのみたいな感じじゃないですか。だからそう思われないような仕様にすればいいのに、せっかくいい方法なんじゃないですか。なんかそこじゃないですか。なんかそう変えるつもりはないんですか。ご指摘いただいたんで。はい。はい。そこなんかな、下せないというか。実際ね、本も売ってるし、DVD も売ってるし、しかも馬主なんですね。はい。しかも船橋で。船橋。地元船橋なんですよ。ちょっと100万積みます。あ、そうですか。ありがとうございます。細井さんから100万円が出ました。商材としてのさ、このマネタイズはどうなの、青ちゃん的には。まあ、そんなにボッてないな。いや、本当にボッてないと思います。あ、じゃあもう。医療従事者から月額1万とかですもんね。だから良心的に、本当にただいいものを広めたい。はい、だから、鑑賞法っていうものが本当にいかがなものなのかっていうところに帰着しますね。なるほどね。細井さん、青さんからしたら、どこにこう、まとまれば、よりなんか情報商材っぽくないというか、どういうようなこう出口になるんですか。情報商材っぽいことは別に悪いことだとは思わないんですけど、はい、だからその売ってるものがいいものなのかっていうのが一番ポイント で、この鑑賞法っていうものがまだ臨床試験中なんで、いいとも悪いとも判断できないっていう状態っていうのが現状です。しかもノーベル賞を狙ってらっしゃるんですね。あ、そうですね。授賞式で社交ダンスを虎の皆さんと踊りましょうって言うよ。そんなとこでまで釣れるんですね。魅力的じゃないですか。では細井さんお願いします。はい、まあ、現状ままで100万円でお願いします。なんか治療家とその情報商材を足して2で割ったような坂本さん、非常に面白かったですけれども、やっぱりまあ僕だったらですけど、僕らがサポートしやすいような仕様にした方が絶対に協力者が増えるのでいいと思うんですね。だからそこをあんまり考えられてないというか、インフルエンサーに頼むのであれば、そのアホなインフルエンサーがインフルエンサーしたら何の意味もないので、やっぱり本当にこの人だったら私の一番サポートしてほしい人が進めたいような仕様、特にお医者さんですよね、整形外科医とか、そういう人でも進めすような仕様にした方が絶対にいいと思いましたね。そこを改良してください。はい、ありがとうございます。では続いて青さんお願いします。はい、岡田慎吾です。鑑賞法自体に対してはそんなにネガティブな印象はなくて、これがもし研究費用を出してほしいだったら全然出しました。なんですけど、臨床試験が終わってない研究途中のものを売るっていうことの発想に僕は同意できなかったので、ナッシングっていう形です。頑張ってください。はい、ありがとうございます。では続いてアンナさんお願いします。はい、すいません、ナッシングです。はい、では続いて谷本さんお願いします。はい、私はありがとうございます。300万円でお願いします。最後、語学安藤さんお願いします。はい、僕はそうですね、一口 10% ぐらい、350万ぐらいは乗らせていただこうかなというぐらいな形でした。結論から言うとですね、はい、今回希望金額2000万円に関しては、達しませんでした。ナッシングです。お疲れ様でした。ありがとうございました。